こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですロシアのセルゲイ・ショイグ国防大臣は10月29日から3日間の日程で中国・北京市鉱山で開催される第10回北京鉱山国際軍事フォーラムで月曜に講演しロシア軍のウクライナ侵攻における軍事的成果について述べました。 西側から多大な軍事支援を受けて今年6月から始まったウクライナ軍の反抗は成功してはおらずウクライナ軍は人員と装備で莫大な損失を負ったとロシア軍の戦果を強調しました今日はこのことについてお話しします10月29日から中国軍部が主催する国際軍事フォーラムが開かれたのは 中国の北京市鉱山です北京鉱山フォーラムは中国最大の軍事外交の場となっており90以上の国や国際機関の防衛当局者が出席しましたロシアのショイグ国防相は10月30日第10回北京鉱山国際軍事フォーラムで講演し「モスクワと北京の国家間の関係のモデルは模範的な関係だ」 と述べました。そして西側諸国が押し付ける対立的な姿勢に巻き込まれたくないという同じ志を持つ友情の輪は絶えず拡大しているとロシア国防省は述べました。そしてロシア軍のウクライナ侵攻における軍事的成果について説明しました。西側から多大な軍事支援を受けて 今年6月から始まったウクライナ軍の反攻は成功しておらず、ウクライナ軍は人員と装備で莫大な損失を負ったとロシア軍の戦果を強調しました。ショイグ国防相はその戦果の具体例として、ウクライナ軍の反攻が始まった今年の夏以降、ウクライナ軍からは9万人もの死傷者が出たと述べました。 そしてウクライナ軍はおよそ600両の戦車と1900両の装甲車両を失ったと述べウクライナ軍は反転攻勢に成功していないとしてウクライナ軍の反転を抑え込んだロシア軍の軍港に胸を張りました一方で西側のウクライナへの支援によって前線での戦闘は続いているため 今後とも前線でウクライナ軍の動きを監視していくと述べました。ショイグ国防相が述べたウクライナ軍の人員と装備の損耗の数量が正しいかどうかはわかりません。ショイグ国防相は3日間の北京鉱山国際軍事フォーラムの日程をこなす予定だと見られていましたが、ロシアのプーチン大統領から急遽帰れという命令が入り、 緊急に航空機で中国を後にすることを余儀なくされました。ショイグ国防省が急遽帰国しなければならなくなった理由は、ロシア連邦南西部のダゲスタン共和国の首都マハチからで、反イスラエルデモをしていたイスラム教徒らが空港施設と滑走路に乱入して、イスラエルから到着した飛行機を 襲撃しようとした事件が勃発したからだと見られています。ロシア国内のイスラム教徒の人口は一説に2500万人とも言われ、中東情勢の動乱がロシア国内に波及することをクレムリンは極度に恐れているように見えます。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。 それではまた。